歳でございます。店長小川香織さんをはじめ50名の皆さんです。阿波踊りの歴史と伝統を踏襲しつつ、東秀祭としての個性も大事にしたい、この両面を追求していくことは本当に楽しいです。もうすぐ結成10周年、全員も13人から70人になりました。私たちが大切にしているのは一体感。そのために踊りは鳴り物の音に耳を澄ませ、鳴り物は踊りの足運びを注意深く見て、お互いの思いを感じ取っています。これからも腰を落として一歩ずつ、連の歩みは踊りの一歩と同じです。